神奈川県立多摩高等学校は、神奈川県川崎市多摩区宿河原5の 14-1 に所在する県立高等学校。2007年に神奈川県教育委員会が10校選出した学力向上進学重点校のうちの1校。2019年、文部科学省により SSH に指定。2019年度より、総合的な探求の時間と情報の科学を融合し、SDGs の視点や情報活用能力を踏まえて研究を深めることを目的とし設置された学校設定科目。メラキはギリシャ語の情熱に由来する。SDGs について学ぶことを目的として行われる教科横断型授業。例年9月に2日間で実施され、留学生や地元企業、大学教授などを招いた講演会や交流会も行われる。2008年9月に神奈川県内すべての公立高校校舎を対象に実施された耐震性調査において3棟を除くすべての校舎が全調査対象の中で特に耐震性が低く大規模な地震の際に倒壊の恐れがあると診断された。県の学びや計画により耐震化対策として建て替えが行われ、2017年に校舎建設が完了。今後、校庭整備が予定されている。1年生のみ、例年国立オリンピック記念青少年総合センターで1泊2日の日程で行われる。多摩高校から川崎大師まで多摩川土手に沿って約 20km を歩くもの。2019年度は多摩川氾濫の影響により、中止、2020年度以降はコロナウイルス感染防止のため中止。全校高校総合文化祭文芸部門県代表、NHK 杯全国高校コンテスト出場全国、高校総合文化祭放送情報部門県代表。ありがとうございます。